民主党の衆議院議員後藤祐一と申します。私は安全保障特別委員会7名民主党おりますけど、そのうちの一人としてこれまでも安倍総理と討論してまいりました。集団的自衛権の行使として安倍総理はホルムズ海峡に行くんだと言ってます。何しに行くんですか。石油が止まると日本で投資者が出るかもしれない、だから戦争に行っていいんだという、屁理屈以外の何者でもありませんよね皆さん。そして石油を求めて地球の3分の1裏側まで行って戦争したのはまさに太平洋戦争じゃありませんか。石油を求めて戦争しちゃいけないんです。憲法9条は日本が武力攻撃された時だけ日本を守る時に武力行使することが、これは解釈上認められていますが、ホルムズ海峡でなんで日本が武力攻撃されるんですか。ありえないですよね。このありえないへりくつを作り出して70年前の反省を踏みにじって、海外で戦争する国、石油のために戦争する国にしようというのが今回の安全保障法制であります。絶対に認めてはならない。今社民党共産党お話がありました。我々民主党だけでありません。生活の党、そして維新の党もホルムズまではいくらなんでもひどいと言っている。できるだけ多くの思いを同じくする仲間でこの法案を倒そうじゃありませんか。だから残念ながら我々野党は数がありません。国会だけではだんだんもうこんだけ議論したでしょうと言って、これ4月入ってくるともうそろそろでいいでしょうなんて声になってくる。そこでまさに国民運動が必要となるんです。昨日も本当に皆様お疲れ様でございました。この国会だけじゃありません。日本中でいろんな運動が起きてきてる。説明不足だという国民が8割以上、この法案はおかしいという国民が3分の2、本当にこれで強行採決するのかと、国民の怒りを今こそ皆さんぶつけようじゃありませんか。安倍総理は立憲主義について、これは憲法というものは権力者を縛るためのものなんだという見解について、ああそういう意見もありますね、王様がいた頃はそんなこと言ってましたねみたいな答弁をしている、こういう方が日本の権力者なんですよ。立憲主義というのはたとえ3分の2を持っていようと、これだけは守らなきゃいけないというのは憲法じゃないですか皆さん。明らかに憲法9条違反であることがほとんどの憲法学者、内閣法制局長官から示されました。我々は党派を超えてこの国会の中でしっかりとこの廃案に向けて頑張ってまいりますので、どうぞ皆さんのこの運動を日本全国に広げていただいて廃案に追い込んでいこうじゃありませんか皆さん。我々民主党も頑張ります。共に頑張りましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。